まさかあんな結末になるなんて、想定外だった。何がダメだったんだろう。ソフィア、どうしたの？試練はうまくいってないの？うん、わかんないんだよ。なんでうまくいかなかったのか。とりあえず話してみてよ。私なりの考えが力になるかもだしさ。いやぁ、試練内のメリアとはいえそれは私でも自殺するほど追い込まれるわ。なんで、優しくしたのになんでダメなの？情に訴えたらダメだった。考えてもみなよ。ソフィアがメリアの立場でさ、パトを1ヶ月以内に殺せって言われて実行するか否か悩んでた時にさ、パトにすっごく優しくされてさ、とどめにずっと一緒だよ、みたいなこと言われたら、罪悪感で自害を選びたくもなるよ。過去のメリアの話は知ってるけど、母親の命令とソフィアを暗殺しなくて済む方法、殺すか殺さないかの葛藤の時期なわけじゃん。ソフィアの優しさが一番メリアにとって苦しいと思うよ。じゃあメリアにとってどう私が動いたら一番楽なのかな。どのみち楽じゃないでしょ。メリアは身内にはとことん甘いんだから。メリアは他人だとすごいクズだと思うよ。だけど身内には本当親身になってくれる。そのメリアが楽になるなんて。一番は対立しないことじゃないかな。対立しないように動いてるのに。別に優しくするだけが和解じゃないでしょ。私たちだってたくさん喧嘩してきた。でも仲良し。それは優しかっただけ。ソフィアは喧嘩した時どうやって許し、許されてきたの。たくさん気を使って。たくさん話した。それで気づいたら仲直りしてて。わかってるじゃん。もうソフィアは温室育ちのわがまま娘じゃなくて、私たちと対等に育ってきたソフィア。今のソフィアなら昔できなかったことができると私は思ってるけどね。和解。そうか。和解だよ。メリアは悩んでる。自殺するくらい私のことを大切に思ってくれてる。ならしっかり話し合えばいいんだよ。メリアの中で結論が出る前に。先が決まれば即行動。次こそ攻略するぞ。まったく、お礼くらい言ってほしいもんだよね。さて、どうせソフィアはあの調子だし、どうせ短くされるだろうから私が代わりにまとめておこうと。よし、もう手金というまどろっこしい手はなし。私からメリアに用があると呼びつけてやる。クロー、ブルー呼んでー。というわけで、メリア呼んで、暇、パトとは会えなくてもメリアと遊ぶくらいいいでしょ。えへへー、ソフィア様がよろしければ私がずっと遊び相手になりますよー。ソフィア様はメリア様を希望しているの、さっさと行ってきなさい。あ、ブルー、もし帝王神候補たちに会って許可されなかった時は伝言でもいいよ。でも少しは粘ってね。わかりました、ソフィア様の愛、愛の神王である私が責任持ってお届けします。それにしてもよろしかったのでしょうか。最悪伝言でもいいって言って、もし帝王神候補が悪意を持って伝言内容を改変したら。クズだらけのメルトリア一族だからね、可能性は大いにあり得るね。でもいいんだ、それでも。むしろそっちが狙いだ。とりあえずメリアを呼ぶ。メリアを呼ばなかった場合、私が動く。目的がメリアなら邪魔もできないし、したとしても大きな気配をわざと出し続ければ。この時代のパトが来てくれる可能性も出てくる。そうなればメリアも出ざるを得ない。そしてパトの代わりにメリアが出てくる。いくらでもメリアをおびき出してはある。呼ぶだけでいいんだもん。メリアに会いたい？ダメだよ。メリアは今とっても忙しくてね。余計なことで気を回させたくないんだ。それはルトア様がお決めになることではありません。ソフィア様には会う権利があるはずです。ないよ、ただの親切さ。そしてこうやって止めたのももちろん親切。穏便に済むようにってね。ダメとは言ったけど行くなとは言わない。行くなら行くといい。でもメリアはソフィアのその伝言に答える余裕が本当にあるのかな。適当言うなルトア、ダメに決まっている。伝言の内容は私がしっかり聞いて判断する。好きにするといい。別に自分は今回の件何も関わっていないんだから。伝言の内容を話しなさい。パトと関連する内容なら私は止めることになる。もちろん嘘をついても無駄。私に嘘は通用しない。メリア、暇だから遊ぼう。息抜きも必要だと思うんだよね。私はそっちに行けないからメリアの都合でこっちに来てくれたらすっごく助かるな。以上です。めっちゃこう文言を考えなかったのかしら。ソフィア、愛らしいではないですか。友人同士の気取らない会話。ソフィア様もメリア様とお話したいとご所望です。寂しがり屋ですからね。リュウル様はこの伝言にどう感じましたか。あーもう、バカらしい。こんな考察の余地もないほどのドストレートな内容。これだから子供の考えることはわからない。好きにしなさい。でもメリアがソフィアのところに向かうときは一度ここに足を運ばせるように伝言を追加してちょうだい。なら問題ないわ。わかりましたー。随分あっさりだな。警戒しなかったのかな。ソフィアがメリアを呼ぶだけよ。なら問題ないわ。そこは規制対象外だからね。もしソフィアが自身の暗殺を知っててメリアを説得しようとすれば。それは実行に移すときも同じこと。メリアを躊躇させることが目的ならわざわざ何か出立てる必要がないもの。むしろこのタイミングでメリアを呼ぶなんて悪手以外の何者でもないわ。そこまでソフィアはバカじゃないでしょ。
3日も無駄に過ごしてしまった。メリアル、私の伝言を無視しよって。まさか、呼んだら来ると思ってたけど無視してこないパターンか。なら私だってメリアの誘い無視してやるんだからね。そうだよ、そもそもその手もあったんだ。別に私がメリアの誘いに乗らなかったら私がメリアに殺される心配はない。大事にしたくないだろうしね、パトにバレるだろうし。でもそれで何時間も無駄にするのもな。無視は本当に手の内がない時にしよう。まずは待つか。私の誘いを無視しておいて、話があるからこの日はどうか。だってどういたしますか、ソフィア様。私も無視。期待ならメリアが自分の足でここに来いって返答しておいて、私から先に誘っているのになんで私がメリアの条件に乗らないといけないの。わかりました。それでは私がそのように伝えてまいります。予定より先に会う作戦は無理だった。あとはせっかくここまで来たんだから次はわざと遅らせてやる。何も伝えずに無視もよかったけど、それは意味がないからね。それだけは勘弁してあげるよ。伝えに行きました。メリア様はすごく思い詰めた顔をしてたのですが、あ、そう、でもこっちの都合を無視したんだから仕方ないよね。何を言われても私からはいかない。いえ、そのですね、ソフィア様の意志を強く告げたところ、もういや、こんなに考えるのが馬鹿らしくなったと、いい、私の前から去っていきました。大丈夫でしょうか。何その言葉、まるでもう私に興味を持ってたみたいな。私一人すらまともに向き合えない奴がなんでパトに尽くせる。いいよ、わかったよ。そこまで私から逃げるなら私からメリアに立ち向かってやる。次の試練、運命の日、そこで思い切り喧嘩をしよう。帝王信仰補充位と帝王信仰補充位のガチバトルをしよう。私はお前と違って弱虫じゃないから逃げないからな。せいぜい運命の日までの7日間、私のことで頭を抱えてろ、弱虫メリア。もうまどろっこしいのはなし。思い切り正面から喧嘩してやる。あのわからず屋にどんな手を打っても自己完結するだけだ。だけど弱ったな。多分過去の私はメリアに勝てない。あの猫の時みたいに死滅する可能性が高いからね。試練内の1週間、メリアとの運命の日、それまでの時間の間、私はメリアを倒すための力を手に入れる必要がある。数十年ぶりに入るか。異質異能の世界、有楽異界に。異質と娯楽の世界、私の異質異能を司る私だけの世界。マジか。メリア、星ごとソフィアやったぞ。さすが兄弟の中で一番イカれてるって言われるだけのことはあるわね。だって理解できないもの。そういえばアルメトってソフィアの星の中にいたよな。もらい事故受けたんじゃないか。あ、アルメトー。メリアの人手なしありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。